テンプスランプチャンネル始まりました。よいしょ。テンプスランプ吉永です。友知弘樹です。よいしー。本日は早川聖太郎選手のすごいレース集。はい。いいね。はい、私がね見た中で早川選手のすごいレース3本、選んだんですけども、うん、まあ他にもね、うん、いいレースあるんですけども、うん、まあ自分これすごかったなっていうのを3本選んだんで、うんうん、ちょっと皆様にお届けしたいなと思います。早川選手だって常に S 級上位のね、そう、選手だもんね。そう、まあ、伊勢崎のね、うん、人気レーサーでございます。イケメンだし。イケメン。いっぱいいいレースあるよ。そう、はい。一時期3位まで。そうね。そう、行ってた。うん。一時期っていうか結構の長い間3位ぐらいいたよね。うん。うんナンバースリーのイメージなんですけど、うんはいまあ、実力あるんで、うんまあ、近いうちに SG 取るかなと思うんですけども、はい、G1 で優勝したレースでね、うん、すごいレース選びましたんで、うん、ということで早速じゃあ見ていきましょう、うん、1本目メンバーこちらです。はいこちら、うん地元伊勢崎オートレース場で行いました G1 ムーンライトチャンピオンカップの優勝戦でございます。はいこれね早川選手 G1 初優勝となるんですけども、うんでもメンバーはエグいぞ。そうメンバーすごいんですよ、うんまあ、早川選手、うん、ねどんな感じで優勝したのか、はい、ちょっと見ていきたいなと思います、はい、ということで見ていきましょう。どうぞシエナモン。シエナモン球大の覇者は誰か。12レース優勝戦2秒前1秒前スタートしました。さあ内側からは福田佐々木篠原が飛び出す。そして永井が今日も行きました。先手を取ったのが篠原。そして一気に永井が今日も序盤鮮やかな飛び出し。一方では早川は飲み込まれまして、高橋とともに後方からの競争になりました。篠原が先行する。永井が追う。後ろ差がついて佐々木が3番手。さあ優勝戦は2周目に移りましたが、篠原がレースを引っ張る。永井はまだ仕掛けられません。差があります。さあそして後ろ差がついた3番手では佐々木の後ろ上がってきたのが早川。早川が現在4番手。一方高橋はまだ後ろ。残りは6周回。さあ篠原が今日も逃げる。しかし追っていくのが長い。虎視眈々狙っているか。だいぶ近づいてきた。そして3番手ここで早川がインコース飛び込んできた。さあ早川がこの辺りは3番手。どこまで前を追い詰めていくか。まだ篠原が先頭です。残りは5周回あります。どこで永井が仕掛けるか。だいぶ後ろ永井が迫ってきた。しかし3番手から早川も一気に差を詰めている。永井としては早めに抜け出したいところ。早川が3番手からやってきています。さあ篠原を追ってここは永井がインコース。残り4周回ここで永井が先頭。一方早川が一気に内をついて、さあ前は競り合う。篠原永井が競り合って一気に早川がインコース捉える。前へ競り合った隙一気に捉えたのは早川。おっと永井が落車。まさかの永井が落車。ここで先頭は早川。そして2番手は篠原。後ろ3番手には高橋が上がってきました。先頭完全に早川が抜け出した。そして2番手篠原に競りかけて高橋がここで打ち捉える。さあ残り2周になりました。 G1 初 V が見えてきた早川ですが、こちらは連覇がかかる。高橋が2番手。さあ最後は地元勢の一騎打ちになるか。篠原はちょっと離されてしまっての3番手。優勝戦は残り1周最終周回。ついに見えてきた G1 初優勝まであと1周は早川。さあ高橋が最後連覇をかけて最後意地を見せたい高橋ですが、これは届かない。ついについに G1 初優勝4番の早川聖太郎。しかも地元でやりました。早川 G1 初優勝の通り。5630円、三連複348、1780円という結果でした。はい、はい見ましたけども、うん、で永井選手に一旦やられたんですけれども、うん、で篠原選手と永井選手がやり合ったところを、ねうん、早川選手が感激ついて、うんね、捌くという、うん、やっぱりこの時はもうあれなのかな、ナイター強いっていうのがあったんだろう、うん、まあ早川選手とか伊勢崎の選手はね、うん、もう常にナイター走ってたんで、うん、はい、ナイターは有利だよね、はい、うん、やっぱすごいね、スタート遅れても勝てるんだね。そうすごい。早川選手のね凄さを見せてくれたレースでございます。はい、じゃあ続いて2本目見ていきましょう、はい、メンバーこちらです。はい、こちら、2020年に行われました川口の G1 キューポロ杯の優勝戦でございます、うんはい、これもねすごいレースだったんで、これもだってナイターだもんな、うんうん、これ中村選手がね独走してて、うんうん、中村選手が優勝かなと思ったんですけども、早川選手がね最後ねすごいさばきを見せてくれるんですけどもね、あどういったさばきを見せてくれたのか、はい、ということで見ていきましょう。どうぞシナモン。今度はシナモンスポーツ
キューポラ杯優勝戦の発走でございます。場内からは拍手。3秒を切りました。 G1 キューポラ杯優勝戦スタートしました。注目のスタート、内目の各社好スタートを切りました。森谷か3番中村か、中村も上々のスタート。センターから5番の木村も行きました。木村が3番手につけていきました。さあ先頭は森谷を序盤戦で捉えたのは3番の中村智和が光になったか。3番中村先頭、鈴木圭一郎は現在中段の位置、その前に早川誠太郎がいます。さあ先頭は3番の中村智和、これが G1 7回目のファイナル、 G1 初 V へ向けて先頭であります。追ってくるのは同じ浜松の先輩5番の木村武史。このメンバーの中で唯一このキューポラ杯の優勝の味を知る男が2番手につけて残り6周であります。そして3番手車間が空いて2番の森谷も G1 初 V がかかっているが3番手、そのうちからやってまいりました早川誠太郎が先手の攻めで3番手、ロングディスタンスは得意としている早川誠太郎3番手、ついてくるのは鈴木圭一郎も涼しげに4番手へと上がってまいりました。しかし前の2人が依然として後続を若干果たしているが、この辺りで早川誠太郎が木村武史の直後に来ました。現在3番手、さあ早川がシルバーコネクター返上へ前へ抜いてますが木村が抑えています。さあ木村が3番の中村を援護するような感じになるんでしょうか。木村2番手キープも、ここで早川が内へ向ける、まだいけない。外からは鈴木圭一郎も来ている。鈴木圭一郎を落とし長井の2着に敗れているこの大会であります。早川誠太郎3番手から2番手へと上がれるかどうか。さあ木村が早川と鈴木圭一郎人気両者を抑えながら前を追っていくが、ついにここで早川が来る2番手へと上がる。 3,4 コーナー早川2番手上がりました。さあ鈴木圭一郎はどうだ。現在4番手、残り2周回。さあ終盤戦の盛り上がり、夏の終わりへ向けて、さあ先頭争いは3番中村か、それとも7番の早川誠太郎か、 G1 初 V の夢か、それともキューポラ5度目の正直なるか。早川狙っている、ブルーフラッグ残り1周帰ってきました。ついにシルバーコレクター返上か。早川先頭、中村を執念で前輪かける、どうだ、入れません、抑えた早川誠太郎先頭だ。ハッピーサンシャインで夏の終わりに最高の笑顔を見せるのは早川誠太郎通り。払い戻し金です。2連勝短式7番3番1780円、5番人気、はい、うん、ね、ラスト、うん、1周で中村選手をね、さばいて、やっぱあの木村選手とかもさばいてるからね、すごい、すごい早川選手のね、さばきが効かったレースでしたね、はい、強いね、強い、はい、ということで、あ、うん、これさっきさシェナモンだったのにさ、うん、シナモンに変わるんだね。そうね、でも8年空いてるからね、12年最初はシェナモンだった、シェナモンだねで、はい、シナモン、もうシェがめんどくさくなったのあのサインかけといいし、小さい絵いらんわってなったの、うん、それか、分からんな、同期ミスなのか知らないけどね、あの中口選手みたいな感じね、うん、金髪くんってやったら金髪くんになっちゃったやつね、シェナモンということで、じゃあ続いてラスト3本目見ていきましょう。メンバーこちらです。サンヨンオートレースで行いました、うん、G1 プレミアムカップの優勝戦でございます、うん、まあ、先ほどのね、あのキューポラ杯と同じ年なんですけども、うん、ね、早川選手のインコースにあの、青山周平がいるね、ね、はい、いるんですけども、この青山周平選手と早川選手のね、うん、デッドヒートに注目していただきたい、はい、ということで、じゃあ早速見ていきましょう。どうぞシナモン、ありがとうございます。まもなく発走となります。7秒6秒針動きます。3秒2秒1秒各社一斉にスタート、いやさあトップスタートはやはり主導権争いはどちらでしょうか。まずは1番車青山周平が抑えます。2番車早川誠太郎が現在2番手旋回、それを追ったところが4番車篠原選手もいいスタートでありますが現在4番手止まりか。3番車加賀が並んで追って6番車佐藤高江が追走か。5番車伊藤信はその後の6番手、そして8番車は前田、7番車藤岡選手が現在最高峰、やはり出てまいりました。伊勢崎のスタート、青山周平任せて安心、一発勝負に強い。さあこのまま行きそうな気合か。まだまだ周回は長いところでありますが、先行するのは1番車青山周平ハルクが旋回、2番手2番車早川誠太郎と伊勢田勢ががっぷり四つです。早くもこの1番と2番が抜け出しています。ここは上がりタイム通り、さあ順位は変わらずか。あと5周目、しかしオートレス
何が起こるかは分かりませんが、現在3番手は4番車篠原選手、追ったところが川井が現在食らいつきの4番手、追走は6番車佐藤孝也は現在5番手の位置関係、5番の伊藤はその後方であります。前は1番車青山新平が2を出し、もはや行かない、滑るか2番車早川聖太郎、一瞬の感激があれば突っ込んでまいります。2番車シラバンが早川を狙っています。主導権が1番車青山周平、ハルクがギングを締める、ハルクがギングを締める、こじ開けることが可能かどうか。2番車早川聖太郎が現在に待って相当に持ち出した後最終回主導権取りはお任せか。1番車青山周平後方が見えているとか、1番の青山軌道周平をかかる、さあコースは見えている、1番の青山周平が塞ぐ、2番車早川聖太郎が追走するも2着いっぱいか、まだ分からない。おっと2番が覗いた、おっと2番が覗いた、一瞬の感激を塗って突っ込んでまいりました。早川聖太郎が逆転、早川聖太郎が逆転、1番の青山周平は現在2番手で後方へ交代です。2番の早川聖太郎が一瞬の感激を塗って切り込んでいます。あと1周回、青山が破れるか、先頭が2番、先頭が2番車早川聖太郎が取っています。早川聖太郎、さあ急ポロからの外来遠征の通分になるか、まだ分かりません。青山周平が攻めの構成、外から壁だる、外から行った、おっと内へ覗いたかどうか、並ぶが両雄、石崎の両雄はどちらか。2番1番で980円、2連複1と2の組200円、3連単2番1番4番で4170円。いやー早川選手、いやすごい、おもれいレースだな。いやすごい、青山周平選手ね、いつも抑え込んで優勝しちゃうのけど、早川選手見事に青山周平選手の引用をね克服したということで、珍しいよね青山選手を抜かれる、いやしかもだって後ろがくっついてきて手に抜いてるわけじゃないからね、うん、2人でぶっちぎってて、抜いてるってことだからね、本当の一騎打ちで勝ってる、ね、こういうの見てたらさ、もうナイターも絶対早川かなる、なるね、ね、もう俺前さ、そのナイターかなんかの買い方、みたいなやつでさ、ナイターは伊勢崎の選手を買っとけばいいって言ってるのに言ってるね、けど本番になったら買わない、つい忘れちゃって、他の選手買っちゃったりとかするんよ、もうそれは皆さん忘れずに行きましょう、はいはい、ナイターは早川選手ということで、はい、覚えておきましょう、覚えておきましょう、ということで、早川選手のすごかったレース集でした、早川選手の選手特集とかもやってますんで、ぜひ、そちら、ね、概要欄に貼ってありますから、見ていただきたいなと思います、ということで本日の動画はこちらで終わりにしたいと思います。この動画良かったら皆さんチャンネル登録高評価よろしくお願いします。お願いします。ご視聴ありがとうございました。あじゃあチャンネル登録お願いします。